皆さん、こんにちは。インスパイアのことです。今日もユースリームを使いまして、ネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、久しぶりですね。 クラブハウスのことについてお話ししたいと思うんですが、えー、実は今夜ですね、クラブハウスの、えー、ビジネス活用というセミナーを行う予定なんですけど、まあ、それで今ですね、資料を作っているところなんですが、まあ、その中で結構重要な、えー、切り口でもあります、えー、プロフィールの書き方ということに関してですね、えー、今日お話ししたいと思うんですが、えー、実はですね、このプロフィールっていうものは書くことできるんですけど、これをですね、今ですね、シェアするってことができなくて、なので、その自分 の。 スケジュールをですね、ルームを立てて、そのスケジュールならシェアできるんだけど、あの自分のプロフィールってシェアできないんですよね。なので、フォローしてフォローしてってことができないから、なんかそのルームでですね、フォローし合いませんかみたいな、これ規約違反なんですけど、まあこういうのを作ってやる方がいるんですけど、どうも噂によるとですね、近日、えー、自分のプロフィールの URL っていうのがシェアできるようになるっぽいですね。ってことになると、多分自分のドメイン、あのドメインっていうかですね、ID を取ったと思うんですけど、多分クラブハウスドットコムスラッシュ 自分の ID みたいな感じでシェアできるようになるんじゃないかなっていうふうに思います。間に何かですね、フォルダ入るかもしれませんけど、形になると思うので、そうしましたら、まあ、Twitter とか Facebook とかいろんな SNS とかでシェアしてですね、よかったらフォローしてねみたいなことができるようになるので、余計にですね、このプロフィールが大事になってくるんじゃないかなと思います。ということで今日はですね、プロフィールの書き方、どういうことを気をつけて書いたらいいかってことについて説明していきたいと思うんですが、いつものように YouTube メンバーシップの 興味に公開してこの先ですね動画見れるようにいたします月額190円で学ぶことできますので良かったですねこの動画の下のリンクからですね申し込んでいただけば嬉しいなと思っていますでです、ね、早速ですけどこんな感じでやりますよってことで今からですね見ていきたいと思うんですけどちょっとね一瞬だけ見せますよはいではこちらをご覧くださいどうぞ はい、えー、こんな感じのことをですね、えー、今からですね、えー、お話ししていきたいと思います。では、まずですね、えー、最初にですね、えー、プロフィールがなんで重要かっていうことについて説明していきたいと思います。では、ご覧ください。どうぞ。